地球科学とは地球を研究対象とした自然科学の一分野であり、その内容は地球の構造や環境、地球史など多岐にわたる。近年では太陽系に関する研究も含めて地球惑星科学ということが多くなってきている。地学は地球科学の略称である。ギリシャ時代では地球に関する研究は石炭の発掘と密接に関係していた。 18世紀では地質学が発達、確立した。しかし比較的進歩は遅く、19世紀の終わり頃から地球物理学や地球科学が発展した。1960年代にプレートテクトニクスが発達した。しかしながら地球に関してはまだ解明されていないことが多い。また近年関心が高まった環境問題、地震予知、火星探査などに、 直接関わる分野として注目され始めている学問である。地球科学あるいは地球惑星科学は一つの学問体系というよりは地球に関する様々な学問分野の総称であり、地質学、鉱物学、地球物理学、地球科学などに細分化されている。またその研究対象も分野によって大気圏、表層環境、生命圏、地球内部、 太陽系など多様である。例えば地質学分野では、江戸時代、奇跡に興味を持つ趣味が本草学者や民間人に広がったとされる。これは、地質、鉱物、個性物学的な側面のみならず、医薬や芸術などの広い分野からの視点も含まれたものであったとする研究がある。明治時代に、西洋地質学が導入されると奇跡趣味は、全近代的として否定された。 以降は、地質、古生物、鉱物学的な側面のみが、研究対象となり、現在につながった。明治期から大正期までは、桜島や磐梯山などの顕著な火山噴火や1891年、濃尾地震や1923年、大正関東地震などの地震災害によって、関連分野が広がるとともに発展し、細分化されていった。学分野の研究は、 1920年代後半から1930年代に、かけ発展し国際的な評価を得ていた。1951年には体積学分野の学会誌、レンコンが刊行された。地学という言葉は、幕末にジオグラフィーの訳語として提唱されたものであるが、明治になって、ジオグラフィーを地理学、ジオロジーを地質学と訳すのが普遍的になった。講義には、 地球科学とほぼ同義に用いられることがある。以下に地球科学あるいは地球惑星科学と総称される主な研究分野を挙げる。これらは必ずしも独立の用語ではなく同義あるいは互いを包括する語として用いられることが頻繁にある。AB 西村二千十、ピアニッシも前書き。AB 鹿園二千九、p 七、地球科学とは初めに 2017年8月12日閲覧。富山大学理学部地球科学科関口2003、ピアニッシモ1、ABC 歯科園2009、ピアニッシモ9から12、松岡のりかず、田中宏史、杉田道明、村山雄二、手塚明、尾田優一、2007、地球環境学、地球環境を調査、分析、診断するための30章。 古今書院 ISBN978 から4から 772252034ABCD 藤剣、宇都宮里志、小原正明ほか、研究資料日本の地質学例明期における歴史的、地質資料、埋谷通る化石標本群についての考察、日本研究二千十五年十一巻、p 五十七から167、土井、1 0 1 5 0五5零零零五五七二 国際日本文化研究センター、林あや子、江戸における、地方文化の流入、北越セップ出版をめぐって、常民文化2006年29号、P41 から73、ネイド1100億656万9172、成城大学米地文夫、万代三文化土地学の、英雄時代、地学雑誌1991年百巻1号、 p183 土井10.5026ジャジオグロフィ、100.183佐美達夫、浜松音ト第一編日本の地震及び地震学の歴史地震第二週1968年二十0巻4号 p1 から34土井10.4294地震1948.2041ウ宇佐美達夫。 1> 第1部日本の地震学の歩み第1章我が国の地震学の歩み地震第2週1981年34巻スペシャル 5P1 から36度10.4294地震1948.34スペシャル1和田地住尾、深海地震の特異性及び3種類の地震について気象収支第2週1928年6巻1号 P1 から43、土井、10.2151、JMSJ1923.611、岡田博司日本の体積学少子、体積学研究1998年48巻48号、P5 から12、土井、10.4096、JSSJ1995.485、日本体積学会、レンコンナンバーワン、 レンコン1951年1巻1号 P1 から8土井10.14860 JSSJ1951.11 日本体積学会 a b 一学団体研究会 1996P801 ありがとうございます。